祝祭録、強さの秘訣は何気ない一行、コタツムリ、ニコストパワー2000の非文明ビートジョッキースペシャル図、自分のマナゾーンに火のクリーチャーが4体以上あればこのクリーチャーにパワーアタックプラス4000とダブルブレイカーを与える。相手のクリーチャーは出たターンプレイヤーはアタックできない。このクリーチャーがアタックするときこのクリーチャーは次の自分のターンの初めにアンタップしない。現在は飛弾や非光のガガガに採用されています。以前もチラッとだけ紹介したのですが、チラッとじゃ済まない強さになりつつあり、当時テンプレだったフロッカが激減しているのでちゃんと紹介。環境的な評価、まず現環境の大部分は進化により定義されています。具体的には墓地対価のバルカデネクスだったり同系のガガガです。どちらもティア1と呼ばれる最強クラスのデッキであり、そのいずれに対しても刺さりにくいフロッカよりもコタツムリが評価されているという感じだと思います。加えてチュリスが殿堂入りしたことは相当大きな影響でしょうね。例えばブレイズクローを出してしまうと、どうあがいても常に殴り先を発生させてしまうため、コタツムリではチュリスドギラゴンの間に対して無力であり、それを咎められるフロッカが流行るというのは分かりやすい構図でした。ですがその脅威がいなくなった今、先ほど紹介したティア1の方をより厚く見た方がはるかにリターンが大きいというわけです。こうやって環境は巡っていくんですね。そして極めつけは種族とダブルブレイカー。種族ビートジョッキーによりチューチュリスの軽減を受けられ、またガガガやバットで貯めるプランに関しても単純にフロッカより打点が1つ2つ多くなるため、火力という点で見ても明らかです。一応デメリットがあり、3ターン目から雑に殴るとイマイチですが、それを帳消しにしてしまうほどの強烈な火力。以上が今コタツムリが使われ再録された理由だと思います。ということでコタツムリ、可愛いイラストとは裏腹に広範囲でのメタ性能と単なるメタにとどまらない圧倒的な火力、強さのポイントを押さえておきましょう。また環境が巡ればフロッカになるかもしれませんが、来シーズンも進化推しのようなのでこのままになりそうですね。それではまた明日のカード解説でお会いしましょう。